界隈のトラフィックか。依頼はこの男の抹殺だ。ターゲットは現在護衛と共にサバンナを攻防中だが、そのルートは不明だ。手がかりはリタリ村落跡の PF から発信された暗号無線。内容はターゲットの護衛計画のようだが、解読には暗号鍵情報が必要となる。この暗号鍵情報はリタリ村落跡の通信施設にあるはずだ。端末でターゲットの様子とリタリ村落跡の位置を確認してくれ。まずは移動ルートを特定するのがいいだろう。仲間はどこだ？モス、さっきのフルトン回収の対象だが、ターゲット本人だった。目的は達成した。クライアントには排除したと報告する。ヘリ、または陸路でホットゾーンから離脱してくれ。完了。ボス、あんたは最高だ。あんた何なんだ。